起業したばかりですが、気をつけることありますが、これは気をつけること、僕のあれですよ、個人の見解ですけども、事業分散です。気をつけることは事業分散。1個何か事業を作って、ああ満足だ、これでじゃあ一生食っていける、一生食ってくれるとかありませんから。アマゾンのジェフ・ベゾスさんだってアマゾンは10年以内に潰れるだろうって自分で言ってるんですよ。それってすごい危機管理だったりとか、まあ逆にそういうスタンスだから成長するんだなって本当に思いますけれども、Facebook だってね、今もうメタ社って名前を変えるぐらいに変換してますよね。この10年ぐらいでね、全然変換してますよ。これ何が重要かって、事業を分散することだと思ってるんですよね。例えば僕の事業だったら、今オンラインスクールでだいたい年商10億円ぐらいありますね。アップルストアからね、ダウンロードできる URU ってアプリですね。であとマーケティング事業でもこれ7億円ぐらいになるのかな。でプラスに、飲食事業、まあ1店舗でね、だいたい月間1000何百万売り上げてるから、1店舗だけで1億何千万になるんですよ。でそのファンドの分も入れたらだいたい10億円ぐらいになって、でドバイの会計監査、ここのオフィスでやってる会計業務ですね、会計オフィス、これでだいたい5億円ぐらい。だいたいそういうふうに事業を分散してってんですよ、僕は。だ1個の事業でグワーって伸ばすんじゃなくて、どの事業が下がってもどっちかが上がるよっていうシーソーの関係を作り出すっていうような形。これは僕個人の話であっても、皆さん会社員だとしても絶対に同じだと思うんですよ。だって会社なんてね、ツイッター社がいきなり解雇始めました、フェイスブックが解雇始めました、さらにアマゾンだってね、今何万人で解雇始めてますけども、とにかく今まで絶対的に安定だろうっていう、あの銀行ですら、ソニーですら、どこのパナソニックですら、どんどん解雇始めてるわけですよ。こういう時代に会社員だけの収入だったら、じゃあ今日解雇ですって言ったら、来月皆さん生活保護ですよね。社会のお荷物になっちゃうわけですよ。悪いね、あの生活保護を受けてる人ね。でもこれ本当の話ですね。ということは、何が重要かっていうのは 100% こっちが下がってもこっちが上がるっていう準備をしとくっていうのが事業分散なんですよ。これは僕が本当に思うことですね。だから僕は、まあ例えばなんだろうな、まあ炎上ありました。炎上になって、どっちかの事業が下がっても、じゃあ店舗の事業上がりましたとか、じゃあコロナになって店舗の事業がじゃあ下がっても逆にオンラインのビジネスが上がりましたとかですね。こういうふうに絶対に何かが下がっても何かが上がるっていうシーソーの真ん中でビジネスをすることっていうのがめちゃめちゃ重要だと思います。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。